お疲れ様です。お疲れ様です。落合陽平の10万ボルト TV、 落合陽平の10万ボルト TV 200話目前、鍋パーティー。ありがとうございます。200回。早いもんですか。僕は入ってから100話なんで。そうか、はい、ちょうどね、まあ、100話です。僕にとっては100話ですね。うわー、そこから100話来たということですね。はい、ありがとうございます。本当に宮田君のたっての希望でみんなで鍋を囲みたいって言ってね。そうですね。やっていきたいと思います。はい、鶏だしの効いた寄せ鍋ご用意しました。いやー嬉しい。めちゃくちゃいい匂いしてます。もう、鶏肉と鶏団子が入ってて鶏だしで、うわー、もう鶏トリプルですね。そうです、鶏トリプルです。ああ言えた、よかった。使われないけどね。積もる話もあると思いますが、まずは食べますか。200回目前、第199回目、おめでとうございます。乾杯。乾杯。ああ、うめ、トークテーマを用意しましたんで、それに沿ってお話ししていこうかなと思うんですけども、鍋ちょっとよそってもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。これいただきます。うん、うまっ、おいしい。ちょっとそれ火星使えないんで、もう一回こちら、おっきいよ。え、なんかそっち油がいっぱいないの。あ、こっち油が、そうですね。ちょっと交換。いや、じゃあ交換しますか。油揚げ、じゃあちょっとください。はいよ。油揚げ好きなんですけどね、ちょっとこれぐらいは欲しいっすね。うん、あー、やった、うまそう。いただきます。いただきます。あ、これうめ。うん、めっちゃうまいっすね。めっちゃうまいね。なんかちょうど今日ちょっと寒くて、鍋最高じゃないですか。そうね、今日結構気温下がってる。そう、急にね、急にね。いや、お酒にも合うよ。うん、うまいっすね。おいしい。うん、柚子胡椒は、ああ、いや、おいしい、おいしい、欲しい。うん、うまっ。落合が本気で絶叫した企画ベスト3。はあ、なるほどね。これはね、多いからね。30分ぐらい絶叫するんですよね。みんなで話し合ってちょっと3つ決めてこうじゃないかと。それを出し合って、その時のまあエピソードとかもね、織り交ぜながら。なるほどなるほど。できたらなと。わかりました、わかりました。動画の一覧をね、今見させていただいてるんですか。さすが200本だよね。すげえ多い。スクロール止まんないよ。僕が入ってからの100本でも相当絶叫してるはずですよ。だから三和田前か三和田後かっていうのもあるからね。まず一番ちょっと思い出として、これは確実に絶叫したものはバンジーですね。第1話ですよ。言っときますけど、これ199話だってますけど、0が入れたら200話。なるほど。 そうですね。原宿のタピオカ飲もうは一応ゼロ話っていうカウントなんで。あ、ジャスミン緑茶で、はい、よろしいでしょうか。はい、甘さと氷の量選べますので、いかがですか。あ、普通で、はい、氷も普通で、はい、タピオカ2種類ございますね。普通のタピオカと黒糖タピオカで、普通ので、はい、初のタピオカいただきます。いや、うん、あめ。確かに内緒ですよ。いや、じゃあもう本当に、そっか、そうね、バンジーかな。第1話行かせていただきましたけど、これはね、絶叫したと思う。あ、うん、嘘だろ。大声を出しながら飛んでもらえればストレス発散できると思います。俺今ものすごいストレスを感じてる。
前に画面照するのはあります。まああれがそうですね、このチャンネルとのまあ出会いみたいな。僕その、まあ、前話も見ましたけどね、見ましたけど、あ、ついに始動したと思って1話目がバンジーだったんで、そうね、思い出はすごいありますよ。いやこれはめちゃくちゃ怖かったからな。まあいくつかもうやりたくない企画ありますけど、その中にバンジーは結構入ってる気がする。いや一応さ、くくってるよ、その別に飛ぶから。あっ、落ちたってめちゃくちゃ怖かったね。プラスでこれは入んのかな、滝。でも結構もう前半でやってますね。ゾンチェイさんを叫ばせてるイメージがあるよ。そうね、まあ、ちょっとアビ共感的な感じですね。あれはあの正直滝だけはマジでもう NG。 真冬の滝は真冬、そうかっこ真冬ね。まずめちゃくちゃ薄着なわけ。もう水に足入れた瞬間にもう絶対無理だと思った。あ、そうか、もうあの池みたいのがあって、そうはっはっはっ一生懸命息するんだけど、勢いがすごすぎて吸った時に水がめっちゃ入ってくるの。溺れてる感覚なんですよ。あれはマジで危なかった。はいはいはい、あー、絶叫恐怖落合さんに黒いあいつでドッキリ4連発。うこの危険がある以上もう俺来れないっす。初ドッキリですか。多分そうだね、初ドッキリかもしれない。あー、キャンプですね。川遊びしててマー君わーいみたいな、やれよみたいな、なんかやったやったね。マー君、落合さん押しちゃダメっすよ。マー君押しちゃダメっすよ、本当に。本当に押しちゃダメっすよ。いや、押しないけど、おせよ。あ、ドライブインお化け屋敷行ってますね。まだうろついてるやつがいるの。え、いや、いっす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 、あっさと出てきなさい。これが初か。お化け屋敷自体に僕は基本的に行かないようにしてるんで。一番その絶叫したお化け屋敷って、どれだろう。京都は結構叫んでた記憶があるんですよね。うん、怖かった。ちょっと、何で降った音が出て、何よ、何、何、何、音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 が、何、分かんない、ちょっと、さよなら、さよならんて、何、え、なんか喋ってる、なんか喋ってるの、ちょっと待って、分かった、ちょっと待って、分かった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 、みんな落ち着いて、ちょっと待って。プライベートで普通にお化け屋敷、はい、もう行ったことありますけど、その中でもかなりレベル高い、と思う、京都は。うん。迫り来る人間の恐怖、ああいう人たちってうまいからさ、出る出ると思って出なくて出ないんだと思ったら出るじゃん。あ、そうですね、やってきますね。この駆け引きがものすごい嫌だった。10連発のガチドッキリもちょっと、ゴキブリ100匹とかもまあありましたけど、わーっつってもう逃げてた。そうっすね。瞬間最大風速だったら、はい、あれ結構でかい。おー、君の瞳は。スキーだったら犬ぞり。はい。ああ、ああ、おー、すげえ、うわ、すごい、うわ、めっちゃ気持ちいい。
最高っすね。あれもう一回やりたいわ。辛い系が、うん、だから極激辛ファイナルの三輪田っていうところもあるんですよね。確かにね。特別賞で、うん、ご覧ください。結構行きましたよ。お、結構行ったね。別の痛みで上書きします。本当にこれ役所とかマジじゃなくて、本当に手冷たい。落ち合い VS 虫っていうのはあるね。あるんです。虫を食べるとかもそうだし、虫発見しちゃう。あ、すっげえ今思い出した。虫食べたの。マジカルバナナ、バナと言ったら黄色、黄色と言ったら信号、信号と言ったら車、車と言ったら速い、速いと言ったら俺、俺、わかりました。もう決めます。落合が絶叫したベスト3、こちらです。ドドン。3位虫食べた時、2位滝、1位京都音量館。はい、なるほどなるほど。まあやっぱりね、ちょっとさっき栗田さんが一瞬虫食べた時って言った時にちょっとウッときたんで、塗り替わりましたね。塗り替わりましたね。あの半分ぐらい今もうそれの思い出で支配されてる。マジできつかったから。もうね、噛み締めながらうわうわうわ、もうほんとつらかった。まずいとかうまいとかじゃないのよ。あー、思い出すだけでなんかゾワッとする。ご飯をね入れたんですよ。うん、ご飯雑炊だ。最高、めっちゃ好きっすよ。雑炊っておじやみたいな。うん、卵も入れるちゃうから、うわ、固めちゃうんですよ。ではですね、はい、続いてのテーマ、キャラの濃かった登場人物ベスト3。ああ、なるほどね。いっぱいいる。僕が最初に会ってキャラ濃かった人がやっぱり駄菓子屋のリュウくんですね。リュウくんね。これは、あれこれはこれそういうことですか。あれ。おじさんのブロマイド。うちぐらいだね、自分のブロマイドってのはね。いや、そうっすね。多分そうっすね。あるんですよ。すごい、当たりが出ると、そう、しかももう1枚もらえる。そうなんです。こういうのが入ってますと、もう1枚今がチャンス。本当です。大きいブロマイド写真が当たりますから、はい、あ、そうなんですね。これは、あの、顔なんですかね、あの、かっこいいじゃないですか。まあ、シンプルに、なんかかっこよさと、なんか面白さと、あ、まだこんな人いるんだって。セーラー館長はやばかったですね。幻博覧会に、やってまいりました。館長とご挨拶させていただいたんですけども、名刺いただきましてこちらです。これセーラちゃんでございます。え、マジっすか、いただけるんすか。多分ファッションの最先端のことです。すげえ。うわ、やばい。スーパースターみたいな、鮮明に思い出せますね、あの人の立体像というか。ああ、分かる分かる。フィギュアにしたい。あれは本当にフィギュアにしたい人ですね。イエス、ドドン。おお、いいんじゃないですか。うわ、うまそう。じゃあ、おいしいです。さあ、いただきます。うん、あ、うまい。熱い。ああ、いいですね。忘れてはいけませんよ、滝行の先生ですよ。お願い
願いします。よろしくお願いします。はい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 、はい、あの方ってあの365日あの感じなんですかね。結構長いこと一緒にいたんですよ僕。セイラ館長といい役作りしっかりしてる。しっかりしてる役作りって、まあ、プロですからブランディングがさすごい。そうね、そう確かにね、 あの方も思い出深いな。あとで僕ちょっと一人いいですか、候補。はい、子たちのお母さん。これはねペロッといけんいけちゃう、うん多分、うん、どうしたの、どうしたの、ちょっと多めにサービスしておきます。ありがとうございます。ちょっとね、しょっぱくて辛いんだけど、はい、ご飯のおかずにあ、ありがとうございます。お父さんがいつも作ってたんだけど、私が作ったらしょっぱくて辛い。味はいいんだけどね、はい、ご飯のおかずにちょっとだけ、ちょっと朝じゃ食べられたかも。ちょっとだけ多めにっていうね。忘れられないんだよな。前の年に俺と落合さんだけで、うん、あのスキーに行ってる。行ってますね。で帰りに寄って、ああ撮ってないけども、翌年名護くんも交えてスキーに行って帰りに寄ってっていう、はいはい、いやいやすごかったよ。あの回もすごい大人気の回じゃないですか。そうだね。あれだからスキー本編より小立ちの方があの見られてる。落合陽平の10万ボルト TV。 最新の登場人物っていうと福光のおかみさんも好きなんだけど、ああ福光の常連のお母さん、よかどこ泊まるの、今日帰る、帰る、帰ります、こちら召し上がっていただいて、ありがとうございます。好きですね。あれ結構カットしてますけど、あのワンコーラス歌ってますから、だからあのマジで僕行こうと思ってるんですよ。あ、プライベートってことですか。本当に本当にあのお母さんと一回飲みたいんだよ。ドッキリ10連発も知らぬおじさんも嫌いじゃない。ああ。誰？最後まで誰かよく分かんない。キャラの濃かった登場人物ベスト3。はい、こちらです。3位セイラ館長、2位ラーメン屋の常連おばあちゃん、1位リュウ君。はい、リュウ君1位にしたのは、はい、憧れが一番強い。あ、こういう人になりたいなってやっぱ一番思えた人だし、うん、やっぱり多分いつ行ってもすごい笑顔ですごい穏やかに楽しく接客してくれそう。確かにラーメン屋の常連のおばあちゃんには一番会いたい。という感じはインパクトがやっぱすごく強かったので、はい、何か辛いことがあった時にきっと思い出すだろうな。さあ今宮田くんはチーズとキムチをトッピングしています。ちょっとキムチーズの味変でいいね。で落合さんは納豆を入れたいっていう。納豆と一緒に食べようかな。うまい。一人だと鍋ってやらないからさ。うん。こちらは別に一人じゃないです。僕一人で結構鍋やります。さあ、では最後、三つ目のテーマ。はい。もう一度やってみたい企画、ベスト3。うわー。僕はね、一個だけ確実にやりたいのありますね。スタッフの小さな声のメロディーですね。いや、だからもう、それはもう、いいんですよ。いいですね、いいですね、いいですよ。ちょっとこう見せましょうか。あ、いいですよ、いいですよ。すごい、
すごいです、カチカチ。いやいやいや、花畑で記念撮影的なのちょっとできたら。ちょっと全くその漏れるカメラとか持ってないんですけどこんな感じですかね。ちょっと近くないですか。チーズ、ちゃんと褒めてほしい俺壮大な撮影でしたからね。あれ大変でしたね。もっと世間は俺をあの褒めてカレー作ったらすごい楽しかったです。ああ、これで11種類入れたと。で、多分ローリエはタイミング的に今じゃないと思うんですよ、煮込む時なんで。まあ一応これでっていう感じなんですけど、一回嗅ぎます。ああ、これ正直言っていい？はい、絶対うまいと思う。でしかもカレーめちゃくちゃうまかったんで、なんか僕はもう一回あのカレー作ってもう一回食べたいですね。でもあれ全部宮田君にあげて言ってくれましたね。やった、家でやったやってないの。いや、カレー作りこそ一人でやってもなんか、あ、この調もかってなって誰も食べてくれないと寂しいじゃないですか、ね、いや確かにね、ハマる人はハマるらしい。いや、そうですけどね、ちょっとなんかあのやらなかったですでも僕の子供が一番好きな企画があのカレー作る企画なの。え、そうなんですか。そう、あれすごい好きなんだって。なんでだろう、お家でやったらいいと思います。奥さんにすごい怒られる匂いがついちゃってしょうがない。匂いめちゃくちゃつきましたね。どうですか、山手線一周とかは。あの、ものすごいドキドキしてる。いつ撮る。唇赤くなっちゃう。まとまってない。いやーすごいな、マジで。怖いな。加工すごくない。山手線一周は別にやりたいわけじゃないけど、大阪に同じような、はい、あの環状線があるらしいので。あー、なるほど。考えてます。これですね、センベロ。あー、これです。一杯でだいぶ酔えそうなの。いやいや、町ぐるみでこう酔わしに来るというかいただきましょうか。シンプルにお芋と、人参と豚肉ですかね。かなり染みてるんじゃないですかこれ箸がバキーって。なんで、わかんないです、マジで。ほぼゴリラの悪意いや、なんでなんでなんで。地方地方にもいっぱいそういうところってあると思うし、はい、僕らが知らないところもね。で、東京にもまだまだあるとは思うんだけど、ただ一日潰れちゃうけどね。そう、それが原因でシリーズ化のなんか話がちょっとこう出たりそう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 何回か話には出るんだけどいや、これやっぱ結構酔っ払うから、 その日何もできないなっていう廃校行ったじゃないですか、穂田小学校。穂田小学校か、すごいな。だからこの教室一個一個が宿泊施設。すげえ。ああ、すごい。あ、すごい。こういう感じで泊まれるんだ。面白いね。面白いですね。ベッド。ね。あ、でも黒板があります。黒板あるよ。ちっちゃ机。ちっちゃ。ちっちゃ。え、まこんなんだったっけ。こんなちっちゃかったの。それもちょっと懐かしくないですか。彫刻刀とかで穴開けたりとかさ、あったあったあった。いや、もうなんだってあるもんだって残ってる。バレンタインの日に投稿した時は一回、まあ、すっごい人とかをしてきて、あの一回こうで、僕あの時にお土産でカレーをね、それこそ買ったんですよ。あ、給食の、給食のルーを。で、それを2日前ぐらいに食べたんですよ。一昨年の、クリスマス1年半ぐらい半ぐらい1年半ぐらいか。それ寝かしたんですか。そんな、そうで、賞味期限見たらまだ大丈夫だったの、はい、だからああ食べよう食べようと思って食べたんですけど、めちゃくちゃうまくて、また買いに行きたいなと思ってそんなことですか。栗田さん的には3人でキャンプはもう一回やりたいですね。お疲れ様でした。乾杯乾杯乾杯。お疲れ様です。しみる。うわ、キンキンに冷えてる。うまい。しみる。ちか。いただきます。うまい。マジでうまいっすよこれ。うまいね。うまいっすよ。
じゃあ栗田さん、眩しいな。じゃあ後ろが照らしますか。じゃあ栗田さんもいっちゃってくださいよ。これいただきます。はい、美味しそうだね。美味しいこれ。もう暖かくなってきたんで、やりましょうやりましょう。3人だけでちゃんと、うん、友達も好きだったな。あーいいっすね。すごいすごい、レンガ作り。なんか時代感じるな。おお、すげえ。ラピュタだよ。うわーすごいね。いやでも本当にちょっと別世界に来たような感覚になるね。うん。なんか本当にアニメの世界に迷い込んだような感覚にちょっとなります。めちゃくちゃ広い空間あるよ。うわすごい、ここがだから弾薬庫とかそういうことなのかな。いや面白い作りだな。あ、ここ講座？あ、そうじゃない？うわ、すごい。あ、ちょっと、わかるわかる。ラピュタ感あるね。まあ、無人島というか、あの観光で行けるのはまだ他に何か所かあるんですよ。うんうんうん。落合さん、島に行きましょう。東京都にも島いっぱいあるんで。あるある。行こう。まあ、やっぱ10万ボルトファームかな。さあ、こちらじゃがいもです、はい、これはじゃあ抜いてね。ここも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 結構でもあっ、うわーやったーポテトだー嬉しそうな顔あれこれあれなんですか。じゃがいも完全にじゃがいもよ。あれ皮も薄そうですね。綺麗な大きさもちょうどいい。せーので、あれ、おお。どんな感じ。一人ずつ見ていきましょう。いっぱいあります。メイさんが小沢さん、小沢さん、さっきのやつよりはちょっとサイズが違うけど、シワシワポテトいやそれもねちょっと迷ってるね。だから落合陽平のオリジナルソングも一旦終わっちゃってるけど、俺はコンサートライブしてほしい。はい、そこのフレーズだけ歌えばいいってことですよね。はい、最高パイロン蹴り飛ばしたって見向きもされない、それが我ら人生さ、見向きもされない。ストップ。ただパワーがないだな。パワーがでマジでいっぱいあって、ちょっとどうしよっかな。これはい、落合がもう一度やりたい企画ベスト3こちらです。ドン。3位せんべろ、2位みんなでゲーム、1位山手線一周あーあのね、そう、え、みんなでゲームって何ですか。これ一回山本さんとゲームしたんですよ、はい。まずはこの辺に、おいしょ、車に行くの。あ、そんな要素も。あ、これね、むずこれ投げないとダメだ。投げた方が絶対いい。おいし、ありがとうございます。おお、おいしい、いける。あっちょ、あっちょ、あれがすっげえ楽しかったまたやりたいなって。せんべろ、これはいろんな障害がありますが、やっぱりやりたいっすね、うん。みんなでこう昼間から飲む、飲み回るっていう、ただのそういうのをちょっとやりたいなと。
これは山手線をもう一周したいというよりは、やっぱああいう本当に超チャレンジ企画、うん、ああ確かに、もう全員でヒーヒー言いながら前人未到をやり遂げるというものをどこかでまたやりたいなと思いましたね。第200話の企画はまだ決まってないんですか？200話って何するんでしたっけ？まだ決まってないです。決まってないでしたっけ？決まってないです。はいここから300回、400回、まあ、目指していけるようにね、はい、何よりもまずは我々の健康、これが第一です。そして、見てくださる皆さんの応援が必要になりますんで、はい、我々も頑張っていきましょう、引き続き、はい、はい、そして来週は第100回、まあ、いくつかもうやりたくない企画ありますけど、その中にバンジーは結構入ってる気がする。いや、いい、いい、本当に本当に行きましょう。 5、4、3、2、1、 ジマボルトジムリアカイ、ありがとう。隊長会長、そんなふりをしていつも酔って愛と繰り返して、解雇解雇は手並みの手、誰も